こんにちは、あなたの理想不動産です。久々の、駅中からのスタートです。ここがどこの駅か、わかるかな？正解は、麻十でおなじみ、麻布十番駅です。ここにはなんと、駅直結型マンションがあるんですって、皆さんご存知でした？行き方は超簡単で、ここから階段を登って、地上に出て、振り返れば奴がいる。というわけで、こちらのマンションが、本日お伺いする、麻布十番駅直結型マンションです。とはいえ、さすがにこれは近すぎて味気ないので、一度駅から離れて、周辺を散策してみることにしました。まずは、麻布十番駅の家賃相場のご紹介です。はい、どーん。麻十といえば、泣く子も黙る高級住宅街。ですが、意外にも駅周辺には、昔ながらの商店街が残っていて、下町的な雰囲気も楽しめるんです。確かに家賃は、都内でもトップクラスの高さですが、六本木や広尾といった、周辺エリアと比べると、まだ少しだけ良心的かもしれません。おしゃれなカフェやレストランが、軒を連ねる一方、昔ながらの和菓子屋さんや、老舗蕎麦屋など、下町の風情も、色濃く残る不思議な街並みです。休日には観光客で賑わう麻布十番商店街で、食べ歩きを楽しむのもおすすめですよ。ちょっと気が早いと思われるかもしれませんが、この動画をご覧の皆さんの中に、1月や2月に、引っ越し予定の方はいらっしゃいますか？もう、お部屋探しは始めていますか？年末年始あたりから、ぼちぼち始めようかなーですか？その考え、ちょっと待った。年末年始は、さすがの不動産会社も、休みに入っていて、内見したくても、できないケースが多いんですよ。さらに年が明けてしまうと、繁忙期に突入してしまい、物件数が増えるものの、熾烈な争奪戦となります。となると、ついついお部屋探しも妥協しがち。そうならないように、私がご提案したいのが、12月中に物件探しを、スタートさせてしまうことです。12月は繁忙期に向けて少しずつ、賃貸物件の数が増える時期の割に、入居希望者が少ないので、内見や引っ越しの予約が取りやすいんですよ。なので、今のうちに弊社の公式 LINE に、相談してみてはいかがでしょうか？ご相談いただければ例えば、1都3県へのアクセス抜群の、板橋本町駅徒歩7分、1DK、両面最高で日当たり抜群、開放的なお部屋です。とここで、今日のインスタグラムおすすめ物件紹介。本日のおすすめはこちら。物件の最寄り駅は、都営三田線の板橋本町駅。2024年9月にできたばかりの新築マンション。角部屋、2面最高で、Wi-Fi も無料で使えます。ぜひ、この物件の詳細が気になる方は、インスタグラムまでご連絡ください。こんな感じの魅力的な物件を、優先的にご紹介できますよ。はい、戻ってまいりました。こちらが麻布十番駅徒歩1分の、麻布十番駅から直結の物件です。このマンションは地上11階、地下4階建てとなっていて、外観は雲をイメージしたデザインが特徴的です。1990年9月竣工と、意外と30年前の建物ながら、2012年9月にフルリノベーション実施済みだそうで、室内はきっと綺麗なんじゃないかな。では早速、中に入ってみましょう。上の階にはゴルフスクールがあるみたいですね。他のお店は、やってるのかやってないのか、よくわからんな。お、案内板があったぞ。なるほど、居住エリアは10階、11階だけで、あとはほとんどオフィスビルなのか。それではこのエレベーターから、居住エリアに行ってみましょうかね。おお、雲の裏側は、こんな感じになっているのか。近くで見ると鉄パイプと金網で、だいぶ無骨な印象だな。共用廊下は、ややピンクがかった間接照明が、どことなくエロティックな雰囲気を醸し出しています。オートロックを解除した先にあるのが居住エリアです。やっぱ間接照明がピンクいいんだな。
ここは譲れない部分だったんですね。本日お伺いするお部屋がこちらです。それでは行ってみましょう。あなたの理想不動産。いざ、入室。玄関は大理石調のフラットタイプで、L 字型に大きな収納棚がありました。まずはこちらから開けてみましょうか。あ、こっちは外れか。ということは、もう一つの棚がシューズラックです。高さ、幅ともにあるので、大量の靴を収納できますね。もちろん高さ調節も自由自在です。左隣には、傘立てとちょっとした物入れがありました。それではここから玄関を上がります。するとそこには2枚の扉が。まずは玄関の正面にある扉からオープンです。トイレでした。広めの空間にタンクレストイレが設置されています。もちろん温水洗浄便座付き。トイレの向かいには独立した手洗いがついていました。広めのカウンターに深さのあるボールが置かれていて、結構使いやすそう。ちなみに台の下はというと、おお、さすがカウンターが広いだけあって、収納力もバッチリだ。これなら釣り戸棚がなくても、トイレ収納で困ることはなさそうだな。玄関に戻り、今度はもう一つの扉を開けてみましょう。スリットから、部屋の向こうが見えるということは、この扉の先にあるのは、そうだね、リビングだね。モンテ？窓の外に見える、モンテが気になるけどそれは置いておいて、このリビングは約12畳。綺麗な長方形なので、家具を配置しやすそうですね。一応このマンションは、日当たり面では一番よろしくないとされる、西向きなんですけど、さすが高層階にあるだけあって、向きとか関係なく日当たりはいいです。タワマンも西向きの部屋の人気が、東向きの部屋とほぼ変わらないって言いますから、一定の高さを超えると、北向きじゃなきゃどの向きでもある程度、日が入るものです。リビングの大きな壁は、高級感あるダークブラウンの木目調になっていて、天井にはピクチャーレールが走っていました。この壁に絵を飾ると、それだけで絵がかっこよく見えそう。窓の外はというと、左手に麻布台ヒルズ、右手に六本木ヒルズ、どちらも存在感抜群ですね。試しに窓を開けてみましょうか。では、一枚窓の、限界レベルまで稼働するやん。窓を開けた状態で外を眺めると、こんな景色を拝むことができます。最高じゃないか。あ、いや、夜になった方がもっと最高かもしれないな。窓際に立って、リビングを見た映像がこちらです。細身の収納棚を発見しました。書類や本の保管などに使えそうですね。何を置くかはあなた次第。続いてこちらの、リビングに隣接するスライドドアを開けてみます。すると、約7畳の洋室が現れました。リビングと同じく西向きながら、この部屋も日当たり良好です。ただしリビングと違って窓がフィックスされているので、景色を眺めたい時は窓越しで。何度見てもいい景色だな。窓際に立ってお部屋の中の様子を撮影すると、壁一面のクローゼットを発見。果たして収納力はどんなもんかな？クローゼットは、全部で3つのブロックに分かれていました。トップスとボトムスで、分けて使うことができそうですね。左側の一番細いクローゼットは、コート掛けとして使うことを想定しているのかな？スライドドアには鍵がついていました。リビングを一通り見終えたので、今度はキッチンにやってきました。キッチン自体 2.7 畳あって結構広いです。キッチンカウンターは人工大理石でできていて、高級感演出もバッチリ。そこに幅、深さともに十分なシンク。まな板を2枚並べておけそうな広さの作業スペース。そして2口の IH コンロがあります。これなら料理で困ることはなさそうですね。シンクの上には両開きの釣り戸棚。釣り戸棚でこの大きさが確保されているのは嬉しいかも。一方、フロアキャビネットを全開にするとこんな感じ。大きな引き出しが多く、タワマンのキッチンと晴れるくらい収納力抜群です。なお、
キッチンの向かい側はご覧の通り、冷蔵庫と食器棚を置けるようになっています。では最後に残された、このお部屋に突撃しちゃいます。と言っても、この時点で扉の奥に何があるか、皆さんも予想がついていますよね。お引越しはあなたの理想不動産で。ご名答、水回りです。水回りは、長方形の空間になっていて、手前の防水パンにはすでに、アメリカの洗濯機メーカーとして有名な、メイタックのドラム式洗濯機が置かれていました。ドラム式を設置してくれるとは、さすがアザジューのマンション。太っ腹ー。現状、洗濯機の上の空間が、ガラ空きなので、突っ張り棚などを設置して、タオルを置いたりできるように、工夫をするといいんじゃないかなと思います。水回り空間の奥にあるのが、洗面台です。半円型をした深みのある洗面器の上には、大きな鏡があり、その奥は収納になっていました。大した収納は2段ながらも、一つ一つの収納力が高いので、使っていて不便に思うことは、まずないんじゃないでしょうか。そして、洗面台と洗濯機の間にあるのが、奥行きたっぷりの収納棚。これ一つあるだけで、水回りの収納を全部賄うことができそう。では最後に、お風呂場をチェックしてみますか。広さは、タワマンのお風呂場と同じぐらいかな？シャワーヘッドも何やら高級そう。このシャワーヘッドで、毎日シャワーに入ったら、ハゲ上司も頭皮が刺激されて、次第に毛が生えてきたりして。撮影が終わってお腹が空いたので、麻布十番の名店、阿部ちゃんで、焼き鳥丼をいただくことにしました。白米の上に、タレ付きの焼き鳥が乗っています。こんなん絶対うまいやん。反則やん。もう最高ですわ。自分、一生焼き鳥丼でいいですわ。本日お伺いしたのは、麻布十番駅徒歩1分の、麻布十番駅から直結の物件です。家賃と間取り図がこちら。ペット飼育も可能です。家賃の高さに思わずギョッとしちゃいますが、泣く子も黙る麻布十駅直結物件ですから、この家賃でもまあ妥当なのかなと思います。また、目的地までの道中で取り扱ってほしいテーマを募集しています。こんな話題について話してほしい、というリクエストがあれば、コメント欄にガンガン書き込んじゃってください。これからも、癖の強い部屋をチェックしたい、という方は、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。今すぐにでも、引っ越したくなるような有料物件は、あなたの理想不動産インスタグラムで紹介してるので、チェックしてみてください。オンラインでお引っ越しが完結する。あなたの理想不動産、公式 LINE は、概要欄から追加できます。通常の内見やネットには出回らない、超穴場物件のご案内も可能ですので、ぜひお問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画で、お会いしましょう。